よせよこせ。Hello everyone! Japanese people! I'm Japan. よっしゃ、今日早がりと思って家帰ってきたら、なんだかんだ何もしないで8時間くらい経ってる。ということで、本日も毎日、なんか、したいんですが、昨日の動画見てくださった方、ありがとうございました。はい、お疲れパテでね、様々な最強キャラをぶっ倒しているかもしれないので、ぜひまだ見てない方は下の概要欄から見てきてください。ということで、今日はね、パテいろいろ考えてたんだけど、まあ、結局これかなと。まあ、グラクロッカイはもう結局僕の手の中にあるということなんで、こちらのパテを使っていきたいと思います。ということで、チャンネル登録1万人目指していますので、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ハージーズのギャグ、結局これだな。何事にも。ということで、パーティーはこちらですね。はい。天下、そして、水着マーリンで攻撃を止めながら、リムルで最後、とどめを刺すと。もう結局、これなんですよ。はい。これしか勝たん。なんかね、俺、いろんな視聴者さんから、リムル使いすぎじゃねってね、コメントいただくんですけど、リムル強すぎるんよ。なんで、まあ、そこは目をつぶって。ということで、それでは、やっていきまーす。アーニャピーナッツが好き。キモアーニャコーリン。はい、お願いしまーす。さあ、名もなき冒険者、翔太さんの、前世。ということで、どこに、これさ、BVP、どこにダルミエルついてるか確認するの、マジでだるいんだけど、この作業。あ、ここだな。はい、ここでしたね。とりあえず、ワン、ツー、ジャンゴ。これでいきましょう。サマーロケット回避飯。で、いい経験になりそうだからの、素晴らしいダメージ。面倒かけないよね。オッケー。てことで、じゃあ、一発攻撃 C の、で、ここも倒しちゃいいの、点火。はい、強っ！えぐちやん、こいつ。素晴らしいぜ、マジで。で、これもう、残ったこいつらもう瀕死よ。オッケー！とりあえず、2戦目いきましょう。ああ、お願いしまーす。おっしゃ、来たー。あざす。マジで。これは本当にあざすよ。こいつにタルミエルついてっから、とりあえず、これでまず攻撃して、点火入れて、点火2枚で。はい、ナイスサマーロケット回避。素晴らしいね。回避読みもバッチリやで。てか、この人、幻影旅団だったんだ。ガチか。わあおいおいおい、尺足りねえよ。ああ、よっしゃー。よっしゃ、バンちゃん来たよ。え、東急飯バンちゃん？嘘でしょ？ガチバン、それは。ああ、こいつに、タルちゃんついてるので、とりあえず、ここかな。ここ攻撃してって、感染入れつつ、ポポポ。はい、オッケー。そして、完成。やっぱ、バンパはね、硬いですね。まあ、ここはしょうがない。どこで上がらってやるクラクシュー。どうしよっかな。まあ、とりあえずどんどん攻撃していきましょう。これでね、バンの起爆ダメージがつくことはないんでね。まあ、言うたらもう、モロハの剣クラクシュー。あー、感染打ってからのが良かったな。失敗失敗。ははは、クラクシュー、ラジタ君。こいつ必殺レベルがいくつか確認しましょうか。マックスは殲滅します。さあ、じゃあマックスはこちらで、ぶち込んでいきましょう。レッツゴーマックスハート。負けるわけがね、俺に。いや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 、
いや、当たり前のこと、いくら叫んでも俺に勝てる良さ見つからねえ。MI のいたずらとは別次元。俺のディスはそれよりもエグいぜ。出発点から終着点の、さらに、スーダーウェイ、さらにスーパープレイ。こんなうさんくせえやつは銃殺権。バースのレベルが小中学生、ベビ。大丈夫よね。いたー。心配すんな、シーシュー。必殺ってバチ込んでこれでいきましょう。見せてやる。見せてやる。本物の炎ってやつよな。落とせんのか、お前。あー、大丈夫だよね。え？マジ？終わった。おい。耐えた。耐えた。あー、終わった。恥ずかしい。お願いしまーす。いや、もう負けねえよ。もう負けねえよ。もう負けねえから。ということで、ここは、多分、こいつには、そうだね。こいつに音調ついてるかな。あ、ついてないわ。じゃあもう、気にせず殴っていきましょうか。オッケー。バカ強。バカ強やん。じゃあ完成入れてこれでいきましょう。はい、オッケー。はい、私はということで3戦目、間違えた。ラストいきましょう。はい、お願いします。さあ来ました。ヒス、うわ、上となった。マジか、それきついわ。1段目にやられないかな。マーリンやられると結構きついんだよな、こっち。あ、でかい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 。よかった。マジか、嬉しい。オッケーオッケー、でかすぎた原爆。さあこれでじゃあちょっと回復していきましょうか。まずはこれ打って、感染入れて、これでいきましょう。オッケー、ナイス。これさすがに感染2枚でも多分落ちないと思う。さすがに、さすがに落ちないでしょ。大丈夫でしょ。大丈夫だよね。危ねえ危ねえ危ねえ。さあこいつに多分音調がついてるから、そう、ついてるよね。じゃあ感染入れてから周り2枚でいきましょうか。 OK。やっぱディアンヌで構えられてると結構与えるダメージは少なくなりますね。なんだなんだあれは。最後の1枚。あー、感染か。よかったー、よかったー。あぶねー。よし、じゃあこれバチコン決めて、でリムルぶっ倒して、キング行きましょう。それでは最後、皆さん、画面の向こうの皆さんも一斉の出でレッツゴーアンパンマンで行きましょう。それで行きましょう。レッツゴーベビー。え、俺ターゲッティング大丈夫だよね。あ、熱いよ、ターゲッティング関係ない。オッケーオッケー、ナイスということで、本日もご視聴ありがとうございました。素晴らしい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。もうね、一般も上級もこのパティ使えば、まあ大抵のね、あのパーティーはいけます。はい、今みたいに上取らんて、もうマーリンさえ生きてれば全然対処できるんで、皆さんもぜひ持っていましたら使ってみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。面白いと思ってくださった方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。ということで次の動画まで、うのどストレス、 Thank you。 ということで、今日もね、今日も仕事だったんだけど、早上がりでさ、終わったから、よし、今日こそ昼に動画撮って、だいたい5時6時とかに上げて、で夜はゆっくりポケモン配信でもやろうって思って。
って、まあ、車の中で、まあ、運転してます。で帰ってきます。で大体帰ってきたのがね、まあ、2時ちょっと前ぐらいだったんでね。でまあ昼飯食ってなかったから昼飯食います。よしじゃあちょっと休憩するか。でちょっと休憩したと思ったら気づいたらもうね7時半でしたねあれ俺何やってた。え記憶がもしかして私たち入れ替わってる状態でしたね。はい、記憶がもうすごく飛んでましたね。はい、まあ、昼寝って素晴らしいですよねっていう話を今したんですけどはい、明日も仕事なんで頑張りたいと思います。ということで、土曜日の夜に、素敵なお時間をみんなと過ごせて要は満足じゃ。おやすみ。